今日はこれから愛知県の常滑に遠征に行きます。車で行くんですけど、セゾン組は愛坂美優ちゃん、林彩乃ちゃんと同じ車なので楽しみです。ビール買いました。楽しみ。こんにちは。こんにちは。今から愛知遠征です。愛知遠征、名古屋ではありません。ありません。ここ食べる。ね、ソフトクリーム食べようね。食べようね。そう約束してるね。行ってきます。え、とこなめに。気合入ってますね。行ってきます。マリアンヌのエナジードリンクです。楽しい。イカゲームスタイルで。ジャージできちゃいました。ゲームに出場します。頑張ります。来て帰ってきます。アイス食べようね。食べたい。熱いよ、もうめっちゃ今。じゃあ行ってきます。行ってきます。サービスエリアね。アイス食べようね。アイスに到着しました。アイスエリアに到着しました。何にも見えない。足柄、足柄でした。足柄に行きました。足柄に行きました。すごい長い緑。あ、長っ。美味しいのかな。菓子ってどんな味。甘い味。甘い味。甘い味。腰まである。すごい。本当だ。わかりやすい。腰まである。足だ。プラスサイズでいきます。イオンに来ました。イオン着いた。ご飯を食べます。あ、サンダル買いました。650円、1000円引き。あやのちゃんと朝しまっちゃった。私今あれ見ようと思った。金目鯛の煮付けだった。明太子食べ放題。ごちそうさまでした。見たんです。見たんが。冷蔵庫の中をご紹介します。先ほどコンビニに行って、あやのとみみと一緒にコンビニに行って、納豆ともずく、そしてハイボール、そして糖質ゼロビールを買いました。あと九州醤油のじゃがりこと、あとですね、ネイルが1本取れちゃったのでトリッシュとトップコートを買いました。撮影が4日後ぐらいにあるので、その前に塗ろうと思います。こんな感じでシャンプーと入浴剤を買いました。疲労回復、そんな感じです。お部屋ではちょっとあんまり乗せられないんですけど、モザイクかけつつ、こんな感じでセゾンのグッズでお手紙っていうグッズがあって、そのお手紙を書いております。いろいろやることが終わったので、ラジオ配信をちょっとハニーコンの方でして、え、オーブだ、怖い。筋トレをして寝るところです。おやすみなさい。2日目です。メイク終わってすることがない。今日は16時20分集合で、それまでずっと部屋に引きこもっております。出発です。イエーイ。セゾンです。お腹が出やすいのでダイソーなしにしようと思います。狙いでしょ。
だね。あとはきしめんとビーフカレー。あ、みーたんはきしめんです。おいしそう。すごい豪華だよ、なんか華やか。なんかビーフカレーは辛いらしい。みんなで食べます。キラちゃん、キラちゃん、すごいダイエッター、ダイエッターになっちゃいました。思ったより少なかった。ミネストローネもついてきます。ゲットしました。みーたんとあやかちゃんとひしめんを食べてる。米ちゃん美味しい。米ちゃんだけど麺食べてます。麺の方が好きです。衝撃の。いただきます。柔らかくてトロトロで美味しいです。じゃあライブ頑張ります。アップ中のコメちゃんです。アップしてました。頑張ります。頑張ります。終わりまして、ライブ終わり後は、公式のインスタやいろんなグッズの自撮りが必要なので、みんなこうやってパシャパシャ撮り合ったり撮ったりしております。みんな働き者です。ソースかけました。美味しそうです。イエーイ、遊びに来ました。ご飯食べます。食べてしばらく喋ってる。食べてます。みーたんに引き続き。勝手に来たよ。あやかとみみちゃんが来てくれたよ。あとも頑張ります。おやすみなさい。レバンがビクトリーしました。できます。3日目です。イエーイ。3日目です。できます。楽しいです。楽しい。すごいよ。海です。さんがあの日傘がないと、こうやってここから先に日が出ちゃうと、ここら辺で待機しとかないと。日傘が車に置いてきちゃいました、ね、マネージャーさんです。ケータリング時間がないのでダッシュで食べます。今日のメニューはトマトと生ハムの冷製パスタとプレートとガパオライスです。はい、ありがとうございます。いただきます。なんかレンコンとかの
レンコンと鶏肉とニンニクの芽。私はこの押し出すタイプの納豆の梅なんですけど、梅の納豆が大好きで、本当はここにさらに梅干しを入れたいぐらい梅干しが納豆が大好きです。の正面を見てます。あやのとコメちゃんも助けって感じで、メンバー大好きセバ、こんな感じで2日目終わりました。じゃあねー、おやすみなさい。でその後にその本戦で5月28日に ZEP でライブです。あ、動画撮ってる YouTube です。 ZEP でライブしてくる。今日は、ライブ3日目です。いや名古屋は4日目で、彩香ちゃんは先に帰ります。帰ります。今日も頑張るぞ。頑張るぞ。いい日差しでございました。はい、以上、いい日差しからお送りしました。動画撮りますね。映ってもいい？ついたくない人は顔隠してください。やばい、隠れた。あいさこさん隠れました。嫌な感じです。強いよ。野外もあるよね。コーディネートグループさんの中でマリアンヌちゃんが一番顔が好きでなりたかったです。嬉しい。握手会も来てくれたそうで、したことあります。ありがとう。その時もお顔つけていました。ありがとう。嬉しい。こんな今アンジュレーブ、はい、アンジュレーブっていうグループ。お名前は？いつもユナです。ユアモンです。ユアモン。天気がいいね。いいね。寒いと思ってたけど結構暑いかもね。確かに寒いからズボン持ってきなさいみたいに言われたけど。日差しがすごいです。今日もお天気いいです。最高。今日はスカイステージだよ。イエーイ。セゾンの出番終わりました。悲しいよ。天気よ。でも天気よ。プレートとミートソースです。めっちゃかけました。ミートソースのタバスコ大量かけですと卵スープです。いただきます。とってもよ。ラスト行ってきます。なんか白いけど行ってきます。
参りました。声もガサガサになっちゃった最後叫んだもんね。叫んだ楽しかったな。終わったね。終わったよ。楽しかったね。楽しかった。あとやばました。こちらには私の連日履いて洗った靴下が干してあります。みんなでのご飯も楽しかった。明日から都内のホテル宿泊とアットジャムの番組の生放送があります。頑張ります。じゃあお風呂入って寝るね。おはようございます。今日は車で東京の方に向かって、その後生配信があります。帰りのパーキングとかも動画に収めたいと思います。行ってきます。駿河湾沼津サービスエリア、お昼ご飯休憩です。お魚大好き。こうして持っていくと海鮮だしをかけてくれてお茶漬けにできました。ゲットしました。ゲットしました。デニッシュワッフル。わー、完成しました。根元だけブリーチしたの。スタッフさんがハンバーガーの差し入れをくれました。めっちゃいいよ。真面目なハンバーガー。コーラの真面目なハンバーガー。一口だけ食べよう。すごい大好きで。めっちゃ分厚いね、肉みたい。わかります。美味しいじゃん。美味しい。早速今なら
初めて見た形が四角い、うん、本当に美味しすぎる。なんかこんなジャンキーなの自分であんまり買わないから、うん、感動がすごい。ゼロカロリーだから。ゼロカロリー、そうだよ。やったー。はい、はい、しすぎました。購入品はこちら、眉毛ピンクの眉マスカラがもうぼちぼちなくなってたのと、打ち合わせの時にペンが出ないことに気づいたので新しくペンとコンタクト液、そしてシャンプートリートメント、ビタミン C、 そして、あ、年を感じるシワ改善のパックですね、フェイスマスクを買いました。これからチェキチャーやって終わったら予習をしながら半身浴をしたいと思います。じゃあね。ではおやすみなさい。明日の撮影頑張ります。おはようございます。 Vlog6 日目、今日は朝から撮影があって、そしてセゾンの合宿1日目です。ベースメイクだけして、撮影現場に向かいます。では行ってきます。合宿1日目終わりました。終わった。何時ですか今？今は夜の10時半。思ったより早く終わったね。でも12時からやってる。そう、お昼の12時からやってるので、ほぼ半例えば12時間やっとるといい。しかもさ、そうだね、休憩してないんだよ。そう、ノー休憩。みんな頑張りました。ありがとう。溶けたのかと思った。ありがとう。ピーターです。セゾンの宇宙人 T シャツ。宇宙人が宇宙人。人も頑張ります。頑張ります。イエーイ、イエーイ。ただいまー。11時10分だ。今日は、セゾンの合宿初日でした。ゲネプロをしたんですけど、まだまだ直すところがいっぱいあったりして、ワンマンライブがとても楽しみです。これからもっともっと明日もね、細かいところ修正していって、いいライブを皆さんにお届けできたらなと思います。ちょっとみんなすごい頑張ったんでね、私も頑張ったんですよ。なので自分へのご褒美にこちらを買いました。リセットナイトとぬくもりナイト、入浴剤ですね。これに使ってゆっくり休みたいと思います。夜ご飯はスタッフさんがちょっと動画とか撮り忘れちゃったんですけど、サラダを買ってきてくれて食べました。本当に優しいスタッフさんばかりで、支えていただいてるので、そんなスタッフの皆さんにも恩返ししたいなと思います。ではお笑いで寝ます。また明日。今日は合宿2日目です。頑張ります。10時間ぐらい寝れた。エネルギーチャージ完了。頑張ります。 YouTube を撮り忘れていることに今気づいたので、暗かったんですけどつけて今撮っています。合宿2日目が終わりました。これ何って感じですよね。ホテルの枕が高くて、私服を丸めてこのように枕にしたらよく眠れたので、今日もこれで寝ます。明日は合宿最終日、頑張ります。おやすみなさい。3日目、合宿終わりました。あとはワンマンライブ当日頑張ります。ねえ、わー、